東京都で今日新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は2605人でした。前の週の土曜日から1229人減少しています。重症者用の病床使用率は昨日から 0.8 ポイント下がって 9.0%、 全体の病床使用率は昨日から 0.6 ポイント下がって 22.7% でした。全国の新規感染者は 26,785 人となっています。